こんにちは、メルディアグループ 3A 建築設計の福本です。本日はですね、横浜市にございます、こちらの、まあ、今見えているのは3邸なんですけれども、奥も含めまして4邸の新築戸建ての、ルームツアーを行いたいと思います。実際にですね、こちらの物件を担当したゲストをお呼びしておりますので、ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。こんにちは、メルディアグループ 3A 建築設計の渡辺です。よろしくお願いします。じゃあ早速外観外構計画なんですけれども、はい、これすごく白とグレーでこう統一されたこうまとまったまあ、外観だなという印象があるんですけれども、どこかこだわった点とかありますでしょうか。はい、こちらがですね、北側道路に面しておりまして、前面も4メーターのちょっと圧迫感のある、敷地になっておりましたので、白を基調としたデザインとしております。また間口も狭い敷地になっておりますので、3棟合わせてデザインすることによってこう統一感でしたり、大きく見せるようなデザインとさせていただいております。また北側道路なので、窓も最小限に抑えておりまして、外壁面きれいに出るので、そういった外壁面を生かしてこういった形、今治の、外壁材を使用しております。またちょっとグレーのアクセントをですねつけることによって、外構にもグレーの紋中とかありますので、そういったところでも外構と合わせて統一感のあるデザインとしております。早速、はい、中見させていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。玄関のアプローチもすごくこう天然素材のこの欄間の石とかがこう見えてすごいおしゃれだなと思うんですけれども、ここら辺なんかこだわりがありますか。そうですね、はい、外観をシンプルにデザインさせていただいたので、逆に外構に関してはこういう欄形石ですとか植栽を植えてですね、ちょっとナチュラルな外構計画とさせていただいております。またこちら2台車庫になってるんですけど、1台メインの車庫は普通の土間コンクリートで仕上げまして、もう1台の車庫に関してはちょっとインターロッキングとあと化粧砂利でデザインすることによって、よりナチュラルな外構とさせていただいております。じゃあ早速、はい、中の方で。お、なんかここも面白い動線です。なんかこっちからも行けてこっちからも行けるような。はい、こちらがですね、角地になっておりまして、道路に出なくてもですね、この欄形石のアプローチを通ることによって家の中に入れるような、アプローチとしております。かっこいいですね。はい、はい、じゃあ早速中の方で失礼します。ここの素材が続いてるんですね。はい、こちら中にもですね、欄形石を使用しております。だいぶ玄関も圧迫感の感じない広い玄関ですね。はい、玄関もですね、こういったカウンタータイプの玄関収納とさせていただいておりまして、収納力も非常にある玄関収納を採用させていただいております。こちら玄関収納の他にもですね、こちら奥にですね、はい、広い、すごい広いですね。これは、はい、シューズインクロークも設けさせていただいておりますので、靴以外にもアウトドア用品ですとかしまえるような、収納を用意させていただいてます。可動棚になっているので、キャンプ用品とか結構大きなものとかでも使えそうですね。はい、物によって棚を外してもらったり高さを変えることによって、いろんなもの収納できるかなと思います。すごい便利ですね。はい、はい、素敵な玄関で、はい、では早速中の方で。はい、あ、こっちの部屋はなんかテレワークスペースとしても活用できそうな、すごい前面道路もなんかすごい抜けてて、そうですね、はい、こちら車庫前 のお部屋となってまして、前面の抜け感も生かした書斎のようなスペースをさせていただいております。また奥ですね、奥にも、あ、ウォークインクローゼットのような、はい、ウォークインクローゼットも用意させていただいているので、もう一つの部屋としても使っていただけるような空間になります。あ、じゃあこの部屋は生活スタイルによってこうカスタムできるような、そういった部屋として使えそうですね。はい、そうですね、はい、じゃあ次もいいですか。はい、ここはちなみにそうですね、玄関の収納としまして、他にもこういった形で階段下のスペースを有効に利用しまして、
こういったデッドスペースもですね、収納スペースとさせていただいてます。これだけ収納があればどんだけ物あっても困らないですね。はい、ここは 4LDK で下はまあお部屋2つ、はい、そうですね、別、はい、1階に関してはお部屋が3部屋、ご用意しております。はい、じゃあ早速上も見てみてよろしいでしょうか。はい、ではあれ、渡辺さん、はい、入り口が2つあるんですけれども、はい、そうなんです、2つあるんです、はい、右の、入り口に関しては後で、はい、あのご説明させていただきます。じゃあこっち行ってみてもよろしいですか。はい、おお、すごいキッチンが、はい、左を抜けると、はい、キッチンがありまして LDK 空間が広がっております。すっごくかっこいいキッチンですね。はい、こだわりとかありますか。こちらのキッチンがですね、まあ、ペニンシュラタイプのキッチンとなっておりまして、幅が2メーター55センチの、奥行きが97センチありますので、うん、天板もですね、非常にスリムな天板となっておりまして、まあ、インテリアとしても非常にスタイリッシュなキッチンとなっております。これだけ幅があればなんか朝ちょっとここで軽食を取ったりとか、はい、そうですね、こちらこれだけ奥行きがあるので、うん、本当作業台としても前が使えますし、うんうんうん、また、まあ、目の前にあの椅子とか、置いていただければちょっとバーのような使い方もできると思います、うん、おしゃれですね。また、ちょっと収納もこちらですね、少しなんですけどあるので、まあ、ちょっとコップとかも置けるような収納スペースとなってます。こちらキッチンとなっておりまして、横に行くとですね、洗面脱衣室となっておりまして、お風呂となっているので、非常に動線も短い、家事のしやすいような空間となっております。じゃあ続いてダイニングの方をお願いします。はい、お願いします。渡辺さん、こちら壁がすごいなんか色が違ってかっこいいですね。はい、こちらの壁紙なんですけど、まあ、基本ベースは白い壁紙としてまして、うん、キッチンダイニングの横にですね、ちょっとアクセントクロス設けさせていただいてます。でこちらのクロスがですね、ちょっと特殊なクロスとなってまして、黒板クロスとなってます。書けるんですか。はい、じゃあチョークで書いていただいてもいいですし、はい、まあ、何か画鋲とかで何かプリントとか貼っていただいてもいいような、うんうんうん、壁となっております。まあ、本当キッチンダイニングに、面していることによってちょっとカフェチックな、あ、そんな空間になればなと思ってます。今日の献立からとか。そうですね、はい、すごいここダイニングテーブル置いても、はい、こう全く圧迫感の感じない広さがあります。そうですね、まあ、こういった形で円卓とか置く場合ですね、うん、結構幅の広いダイニングスペースが必要なんですけど、ここで、ね、円卓を置いても十分なスペースのダイニングスペースはご用意させていただいてます、うん、ちなみにちょっと見えてしまったんですけれども、はい、あちらに家の中に家があるような空間が見えるんですけれども気づいちゃいました、はい、気づいてしまいました。このこだわりといいますか、どうしてこういった計画をされたんですか。はい、今回この家はですね、家の中に家を、作りましたっていうのもですね、こちらの住宅なんですけど、コンセプトが、まあ、アクティブインハウスといったところで、まあ、回遊できるような家っていうのをコンセプトに、作っております。まあ、家の中の家を通れるような空間となっております。面白いコンセプトですね。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに上にすごいかっこいい窓がボーンと4枚入ってるんですけれども、はい、この窓側がですね、南側になっておりますので、まあ、南の光を取り入れるようにハイサイドに窓を設けさせていただいてまして、うん、ちょっとこの家型に合わせて窓も、配置しております。すごい明るい LDK ですね。はい、ありがとうございます。はい、ここにテレビを置くようなそういったイメージですか。そうですね、こちらにテレビを置く想定となっておりますので、うん、まあ、ソファーこちらに置いていただいて、うん、もう動線を考慮しまして、まあ、キッチンに行くときもですね、あのテレビの前を通らずとも、入れて入りできるように、まあ、そういった工夫もこの家にあります。じゃあさっきお楽しみに撮っておいたこっちの部屋も見て、はい、行ってもよろしいですか。はい、さっきの家の中の右側ですね、右側の動線を通ると、おお、かっこいいとなっております。シックな色合いの
和室ですね。だいぶ落ち着いた感じの。そうですね、こちらもあのフローリングの色と合わせて、うん、ちょっとグレー系の色とさせていただいてます。外観ともマッチして。はい、はい、ここバルコニーがすっごく大きいですね、はい。バルコニーもですね、本当この和室がこちら4畳半の和室になってるんですけど、まあ、同じぐらいの広さの、バルコニーとさせていただきます。ちょっと出てみてもいいですか。はい、ちゃんと水洗も照明もついてていいですね。はい、そうですね、まあ、洗濯物を干すのがメインになるとは思うんですけど、こういった形で椅子とか置いていただければ、うん、まあ、そういう休むスペース、ちょっと一つの部屋のような空間ともなるかなと思います。うん、屋根もかかってるので、こう日焼けもせずにこう、はい、アウトドアを楽しめるというか、はいはいはい、雨の日でも全然使っていただけるような空間となっております。はい、いいですね。リビングからもですね、こう出入りできるので、まあ、こういったところにもあの回遊性を、表現しております。ちなみに渡辺さん、キッチン横にこうちょっとした空間が見えるんですけれども、はい、あれはどういった意図で設計されたんですか。こちらのスペースなんですけど、まあ、階段上の、スペースとなっておりまして、うん、まあ、そういったデッドスペースもちょっと有効に利用しようかなと思いまして、うん、こういったカウンターを設けております。まあ、ちょっと花瓶とか置いていただいたりですね、まあ、コンセントも用意させていただいておりますので、まあ、ちょっとキッチン横っていうとこもあるんで、あのなんかワインセラーとか置いていただいてもいいかなと思います。渡辺さん、はい、この棟もすごくこう変わってて楽しい住宅だったんですけれども、はいはい、もう一手すごい飛んだ設計をされてると噂の高棟があるって聞いたんですけれども、はいはい、まだあのアクティブなハウス用意してますので、はい、そちらに行きましょう。行きましょう、はい、行きましょう、せーの。やってまいりました。はい、よかったです。周回移動成功ですね。はい、はい、じゃあ早速こちらのこうぶっ飛んだ設計を見せてもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。行きましょう。おー、もう玄関開けた瞬間から、はい、もう建売り住宅を超えましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとまた家の説明は後ほど、はいろいろ気になってしょうがない、はい、ところがいっぱいあるんですけれども、実は下にも面白い空間があるので。あ、本当ですか。はい、あれ渡辺さん、何ですかここは。はい、ですね、こちらは、トレーニングスペースとなっております。え、トレーニングスペースですか。はい、実際ちょっと出てみて。おお、こんな空間があったんで、外からはこう全然気づかなかったんですけれども。そうなんです、まあ、なんでこういった空間があるかは後で説明させていただくんですけど、ちょっと4畳ぐらいのスペースを利用してですね、トレーニングルームを作ってみました。でですね、トレーニングルームとしても、まあ、もちろん使えるんですけど、こういったまあ照明ですとか、あとコンセントもご用意させていただいているので、うん、まあ、ちょっと自転車置き場とか、まあ、そういった収納スペースとしても使えるようなスペースとなっております。うん、じゃあ早速2階も見てみてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。失礼します。おー、すごく天井が高くて、なんか窓がいっぱいあるんですけれども。はい、そうなんです。はい、こちらの空間なんですが、階段の踊り場をですね、ちょっと広く、取ることによって、まあ、子どもの勉強スペースだったり、書斎スペースとして利用できるようなスペースとしております。すごい天窓から光がすごい差し込んできますね。はい、この空間がですね、この住宅の、まあ、特別なスペースと、なるようにですね、天井高を、上げまして、まあ、天窓をつけることによってですね、明るく非常に過ごしやすい空間としております。ちなみに奥にすごい変わった小さな可愛いドアがあるんですけれども、はい、開けてみてもいいですか。はい、どうぞ。はい、おー、渡辺さん、ここの空間まさか、はい、畳の空間ですね。そうなんです、和室とつながっております。先ほどのスタディーコーナーがですね、あの和室とつながっております。なんか休憩しにちょっとこっちに寄ったりとか。はい、そうですね、こちらもですね、
まあ、コンセプトにアクティブインハウスといった形で、まあ、回遊性のある住宅を作っておりますので、まあ、和室にも行けるようになっております、うん、なかなかこういったこう子供心をくすぐるような、大人もちょっとワクワク感がこう感じられるような、はい、珍しいですよね。はい、そうなんです。こちらのですね、あの和室に行く扉もですね、まあ、まあ、あえて低くすぐることによってですね、まあ、にじり口じゃないですけど、うん、まあ、ちょっとその存在感を隠すことによって、まあ、スタディーコーナーがすっきりする空間となりますのと、あと、まあ、低くすることによってですね、くぐるような、動線をすることによってですね、ちょっとワクワクするような子供心をくすぐられるような空間とさせていただいております。いいですね。じゃあこっちにちょっと回遊できそうなので、はい、行ってみてもよろしいでしょうか。はい。あ、ここでここのスペースとこう目線が合うといいますか、はい、空間がつながってるんですね。そうなんです。こちらの、まあ、室内窓を設けることによってですね、うん、LDK とこのスタディーコーナーがつながるようなスペースとしております、うん、ここがキッチンというところで、キッチンからも、そうなんです、スタディーコーナーがちょっと低い位置にあるので、うん、ちょっとお子様がこう勉強してるのをサボってないかをチェックしやすいような空間となってます上からちゃんと覗けますもんね。はい照明計画もすごくこだわってるように見えるんですけれども、はい、こちらの吹き抜けにはですね、ライティングレール設けておりまして、うん、まあ、壁を照らしていただいて、まあ、空間が、少しでも広がるように、照明も計画しております。結構ここの LDK 空間広く感じますね、はいはい、こちらの LDK ですけど、18畳のスペースとなります、うん、ただ こういった形でスタディーコーナーと室内でつなげることによってですね、まあ、18畳以上の、うん、20畳以上あるような空間に、させていただいてます。また、まあ、こういった道路面でですね、高さの高い窓を設けることによって、うん、まあ、より抜け感を感じれるような、リビング空間とさせていただいてます。渡辺さん、座ってみるとすっごく落ち着きますね。いい感じですか。はい、吹き抜けで天井が高いのが、うん、まあ、気持ちいい空間になってるかなと思います、うん、あとはこういったカウンターもですね、うん、まあ、これだけの幅となってますので、うん、こういった形で2人並んでも、うん、全然十分使えるような、うん、スペースとなってます。親子揃ってこう、はい、勉強を見てあげたり、そうですね、仕事したり、はい、結構カウンターも奥行き広いですね。そうですね、こちらほんと60センチ近くあるので、うんうん、ほんとパソコン作業も、うんうん、できるような、カウンターとなってます、うん、はい、本日のルームツアーはこちらで以上となります。すごい惜しみ深いです。はい、はい、ありがとうございます、はい、こちらの動画がですね、参考になったという方はチャンネル登録と、高評価ボタンを、よろしくお願いします。コメント等もですね、どしどしお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。メレディアグループはですね、いろんなエリアで、こういったコンセプトのある家づくりをさせていただいてますので、ぜひ実際にこういった完成現場をご覧になってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。